様こんにちは、ハッセマンです。最近動画に出しております全日本無差別級11連覇しているアームレスリング界の最強生物畠山選手に弟子入りしてマンツーマンで僕が畠山選手に指導してもらってる動画を出していると思うんですけど、パーソナルですね。その畠山選手パーソナルを、もう4、5回通ってるんですけども、今日はその畠山選手パーソナルを、受けてから、私ハッセマンがどう体的にパワー的にもそうですしテクニック的にも、変わったかっていうのを、話したいと思います。結論から言うと、まだ4、5回しか受けていないんですけど、めちゃめちゃ、レベルアップしたように、僕は感じました。フォーム改善から何から何まで手取り足取り教えていただきまして、畠山選手にフォーム修正してもらってから体全体で戦えているなっていう感じが、僕自身すごい感じます。なんでかっていうと、その以前はやっぱ腕だけで戦ってた感じがあったんで、すぐに結構腕が疲労しちゃうというか、練習でも腕が疲労しちゃっていたんですけど、修正して教えてもらったフォームでやったら背筋がちょっとでも使い始めたかなと自分では思ってます。ハイレベルな人から見たら本当に全然まだまだ、僕の動画を見ても僕のフォーム見ても全然まだまだですねっていう感じだと思ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですけど、僕はその教えていただく前より教えていただいた後の方がかなりですね、全身上半身でアームレスリングが、できているように感じます。ですからこうあれだけきっちりと毎週毎週長い間1対1で指の先から握りから、肩上半身足の使い方まで丁寧に修正されてご指導いただいたのは初めての経験でしたね。僕は結構今まで S1 開いてから結構自分我流でちょっとやってきたところがあったので、自分がしてきたアームレスリングが何だったってよくあれはですけど、ちょっと何だったんだろうって感じるぐらいすごいアームレスリング講座でして、それと同時にもう自分には伸びしろしかないなと思いまして、なんかこういい意味で、ポジティブになって、なんかさらにアームレスリングに対するモチベーションが上がりました。本当にこのタイミングで畠山選手の素晴らしい知識豊富なアームレスリング講座を受け入れてよかったなと感じてます。あとはもう畠山選手の人柄からもその学ぶこともたくさんありまして、あんだけこう偉業を成し遂げられている選手が僕みたいな一アームレスラーをしっかりとこう全部自分の持っている知識だったりとかを本節丁寧に教えてくださいまして、本当にその辺がすごい方だなと感じました。なので毎回アーム以外の大切なことも教えられているような気がします。いつもありがとうございます。もちろん今までの僕のアームレスリング人生もめちゃめちゃ面白かったですね。めちゃめちゃ楽しかったんですよ。 S1 に来てくださった方々とかアームレスリングをやりながら楽しさを共有できたりもしましたし、ですが今後はその楽しさを変わらず続けてアームレスリングを楽しみながら、僕自身も畠山選手に教えていただいたことをどんどん吸収していって、 S1 にいつも来てくださってる S1 を過ぎて、来てくださっている選手の方々に、微力ですけどもこう畠山選手に教えていただいたことをお伝えしていけたらいいなと思います。それでこうどんどん S1 クラブの、選手の仲間の皆様と僕自身もどんどんレベルアップして強くなっていきたいと思ってます。陳選手も加藤選手も田川選手もめちゃめちゃ強くなってまして、僕も負けてられないぞと一生懸命頑張ります。これから新たなアームレスリング人生が始まるのではないかとワクワクしております。で最後に畠山選手、いつもご指導ありがとうございます。それでは今日は最強生物に弟子入りシリーズの畠山選手パーソナルを受けてからのハッセマンの感想でございました。いつもご視聴ありがとうございます。よろしければいいねとチャンネル登録
ャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。